はい、ユデクスです。このチャンネルはですね、多肉専門チャンネルということで、アガベ、サボテン、ディッキア、またアロエですね、多肉植物に関わるですね、植物の紹介をしたり、またお店に直接お伺いしてお店のね、密着とかね、お店の紹介をさせていただいています。でこのチャンネルはですね、この見ていただいている視聴者さんに、ボタニカルライフの中でですね、少しでもね、何かお得な情報とかね、役に立てることをですね、皆様にお届けをしています。はい、まだね、こちらのチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いいたします。はい、じゃあね、今回企画へ行っていきたいと思います。まずですね、本日第2回目ということでですね、ぼっちトーク、はい、今日もね、やっていきたいと思っています。ぼっちトークって何ですかってね、皆さんまだ知らない方もいると思うので簡単に説明いたします。これはですね、僕ユーデックスが植物のね、あんなことこんなことをね、もうぼっち、もう一人でいろんなねトークをしていきます。でそれに対して視聴者の皆さんがコメントをね、お願いしています。っていうのはですね、このコメントをしていただかないと成立のしない視聴者参加型の、ね、このぼっちトークという企画になっています。あのですね、もう例えばですね、アロエとかのテーマで話をしていく中で、ね、自分はこういう風に水やりをしているよとかね、自分はこういうお店で買ってるよとかね、例えばこういうね、いろんなアドバイスとか栽培方法とかですね、いろんなことをね、皆さんのね、情報共有としてのね、コメントをしていただきたいと思っています。とか、あと、僕ユーデックスの言ってることに対しての、なんか議論といいますか、なんかね、反論みたいなものをね、言っていただけたらすごく嬉しいです。まあ、こんな感じでね、ウォッチトークをしながら皆様のね、コメントをしていただきながら楽しんでいただくというね、企画になっています。でね、今回もこのウォッチトーク、トークテーマっていうんですよね。前回はですね、冬場の水やりっていうことだったんですけど、2回目何しようかなっていうので、もうね、最近結構ね、自分の中でもこうね、ちょっと熱が入っている植物があるので、ちょっとね、その植物の紹介とか、またね、その植物の魅力みたいなものをね、ちょっとね、お話をしていきたいと思っています。はい。で、その中でね、結構ポイントをね、何ポイントかお伝えをするので、ぜひね、最後まで、ご覧いただけたらね、すごく嬉しいと思っています。このぼっちトーク、早速第2回目スタートです。はい。じゃあ、もう今回ね、何をトークしていくかと言いますと、これね、テーマとしては、アロエです。はい。もうね、これ最近、前回、もう前々回、前々回までもう、アロエをね、ちょっとね、スポットに当てて、こうね、いろいろとね、動画にしてきたんですが、改めてアロエっていうもの自体、意外と知ってそうで知らないことって多分あると思うので、そちらをね、お話をしていきたいと思っています。でね、皆さん、僕のね、この今話を聞いてるだけではつまらないので、もうね、なんかご飯食べながらとか、なんか作業しながら、パソコンね、作業しながらとか、なんかね、もうラジオ、聞いてる感覚で、もう耳で聞いてるのもいいし、ね、見ながら、ね、ご覧いただけてもいいですし、まあね、もうなんとなく暇な時でもいいので、ね、ご覧いただけたら嬉しいです。はい。まあ、こんな感じでちょっとね、お話を進めていきますが、はい。実際ね、この、今ね、アロエを持ってるんですけど、これはね、アロエのね、ゼブラという品種になります。ね、まあ、こういったタイプ、まあね、今まだね、カキコとしてはまだ小さいのですが、このね、皆さん、まずね、アロエっていうのは、皆さんの中でね、結構ね、いろんなイメージがあると思います。例えば、もうアガベとかだったら、もう見た目がね、すごくインパクトがあって、かっこよくてね。で、結構もう本当に最近ね、SNS でもね、すごく人気だし、もう本当にね、いろいろとテレビでも取り上げられたりとかして、すごくね、人気な品種なんですけど、アロエって皆さんのね、イメージとかって、まあ、どんなイメージなのかなっていうところがね、まずね、このトークテーマの、なんですけど、このやっぱね、もう地味とか、なんか映えないとか、とりあえずなんかインスタとかにね、写真載せたとしても映えないしなとか、やっぱり今はね、何か数字にとらわれるというか、やっぱね、みんなにいいねしてもらいたいっていうところから、やっぱかっこいいものとか、なんか美しいもの、綺麗なものにね、行きがちなんですけどね。もうね、結構ね、アロエもね、結構じっくり観察すると、すごくね、かっこいいとか、美しいっていうね、そういったね、植物になっています。で、結構ね、このね、最近のこの数字にとらわれがちで、もうね、
インパクトのあるものにしか目がいかなくなっているこの世の中なので、あえてね、しっかりものをね、見極める、もうね、しっかりじっくり長い時間かけて見るっていう、このね、観察力みたいなものをね、養っていけるためにもね、このね、アロエってね、すごくおすすめな植物となっています。はい。でね、もうね、まあ、実際ね、もう少しね、近くで見ていただきます。このね、まずね、こちらゼブラというね、アロエになります。はい。でね、もうこのね、皆さん、アロエ、まずこれ見たときに、まず何が目に入りますかね。まあ、色は緑とか、ね、こう形はどういった形なのかなとか、ね、あとはこう模様がありますよね、とか。まあね、まあ、最初ね、見た感じの印象って人それぞれだと思います。で、結構ね、まあ、植物全般ですし、これで特にアロエっていうのは、やっぱりね、じっくり、近くでね、ゆっくり見て眺めるっていうね、植物だと思っています。というのもね、結構ね、もう今皆さんのね、見た通り、まあ緑で、特に印象的なものってどこにあるのかなって思うんですけど、ゆっくりね、見ると、このね、模様っていうのも、実はすごくね、このアロエのね、特有な模様になっています。まあこういった感じですよね。はい。これ今ね、もう皆さん、スクショしてもいいですからね。このタイミングでね、スクショしてみていただいてもいいですからね。はい。まあ、こういった感じで模様もね、実はね、こうまばらと言いますか、こうね、特に決まってるポイントポイントではないんですよね。本当に点点点点点としていて、こう特に決まったところにね、こう規則正しくっていうよりかはもうバラバラな感じになってるんですよ。なのでこの模様をね、一つ一つ眺めるのもすごく面白いですし、またね、このね、葉、まあティースってですね、ティース、ティース。歯。このね、歯の色っていうのも結構アロエって実はかっこいいんですよ。結構ね、アガベファンの方とかって、ディッキアファンの方って、この歯、このティのね、この脳技のこの尖った感じがすごくね、好きな方が多いと思うんですけど、このアロエもね、まあそういって言われる歯、ティースってね、言われているものがありますが、これもね、すごく真っ赤であったりとか、実はね、このね、今持っているアロエも実はね、すごくね、トゲがね、すごくね、赤色ですごくね、かっこいいんですよ。でもね、実際やっぱ遠くから見てると、ね、この今皆さんこの画面上だともうね、全然その歯の印象とか真っ赤な感じってわかんないじゃないですか。なのでやっぱりね、こう近くで見るっていう、このね、ゆっくり観察をするっていうね、このね、流れ作業って言いますか、このアロエの一つの魅力というか、やっぱりね、パッと人間って第一印象って言い方もしますけど、もうね、見た感覚で物の判断してしまうっていうのがあるんですけど、ゆっくりこうね、眺めてみるっていう、この観察するっていうね、この時間も、このやっぱボタニカルライフする上でね、すごく楽しいですし、やっぱね、またアロエのこのね、イメージもね、変わってくるんじゃないかなと思っています。はい。はい。でね、続きまして、また違うアロエを持ってきました。またね、このアロエっていうのは、やっぱりね、いろいろなね、この形状がね、あります。で、やっぱり、アガベファンの方っていうのは、やっぱりね、こう、締まったこの歯のね、形っていうのが好きだと思うんですけど、これね、アロエも同じように、こうやってね、締まった感じ、またこう、やっぱ水やりも絡めであげたりとか、まあそういった感じでね、締まった、こう、アロエを、ね、やっぱ求める方も多いです。で、僕も実際ね、こちらがね、アクレアータという品種になるんですが、すごいシュッとしてシャープでかっこいいですよね。やっぱなかなかね、アガベとはまた違ったね、このシャープさ、締まった感じがあって、このまたアロエの特有の回転するこの形、わかりますかね、この葉っぱがですね、こう回転していってるんですね。これくるくるっと広がって回転していってます。はい。まあ、そういった感じで、アロエもね、すごくこの締まった感じ。で、この回転していくこのね、模様をゆっくり観察できるんですよ。で、サボテンとかってね、10年かけて育てたりとか、アガベもね、やっぱりすごい数年かけて長く育てるっていうのがありますけど、アロエは比較的に、もうね、1年、2年、また3年も経つと、もう全然別物みたいになるんですね。もうさっき言ったそういう回転をね、楽しむのも、もうね、結構、サボテンとかアガベに比べると、短い間で、このね、観察をしていくとね、この変化が、感じられるのでね、そういった魅力もあると思っています。はい、じゃあね、今回ね、まあ、ぼっちトークってことで第2回目だったんですけども、このね、まあ、単純にアロエっていうものがね、どういった植物なのか、
ていうね、またいろんなことをね、知らないこともね、皆さん知れていただけたらすごく嬉しいですし、アロエはね、やはりいろいろな形状があります。まあね、今回ね、ちょっとね、数少なかったと思うんですけど、他にもね、アロエっていっぱいあるので、これからね、いろいろなアロエを紹介していきたいですし、またね、新たなアロエのね、発見とかもあったら、お伝えしていきたいですし、ぜひね、これ、落ちとく。コメントがこの企画のね、成立をするので、ぜひね、皆さんおすすめのアロエとか、かっこいいアロエね、とか、本当にね、このアロエの魅力をね、もっと持ってる方、熱、アロエ熱っていうのを、皆さんがね、どんどん放出していきましょう。でね、こう皆さんね、こう、アロエのイメージっていうのをね、また違う形として、またね、世の中に広がっていけたら嬉しいと思っています。はい。それではね、またこの動画、また良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンもお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。